立憲民主党森友子が大ピンチ、自民党が総力戦へ。読売新聞などの参院選の情勢調査の結果によりますと、新潟選挙区において、立憲民主党の森友子が引き続き落選危機となっていることが明らかになりました。また、産経新聞によりますと、自民党が森友子の落選を確実にするため、選挙の最終日に岸田消防新潟選挙区に投入することを検討している模様です。これまで、 安倍元首相も岸田首相も国政選挙の最終日は東京で街頭演説を行っておりましたが、新潟で街頭演説となった場合、自民党が本気で森友子の落選を狙ってきていることになります。この森友子に対しては、本来は国会が懲罰動議で対処する必要がございましたが、残念ながら現状機能しておりません。すでに森友子の不法行為は裁判で認定されておりますので、 国民の皆様、選挙の結果は開票するまではわかりません。ぜひとも選挙に行っていただき、森裕子に対して国民の意思を示しましょう。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。